い、どうもこんにちは、つなかんでございます。今回はナルト1215さんと一緒にコラボをしていきたいと思います。やります。スタート。やばい、チェスト、逃げろ逃げろ逃げろ、1件取られた。真ん中でボート取れたから俺はいい。あ、音漏れしてたらごめん、マイクのあれがちょっとめっちゃ音量上げないとなんか録画できないから、録音できないから。やばい、これはまあ大丈夫だと思うんで。はい、いやボートに乗ったね、あれボートに乗れない、乗れた。オッケー、やばい、清人くんが目の前にいる。僕この人苦手っていうか勝てない。この頃強い人いるから。そう、日本人もみんな強い、ハッカーだ、ハッカー、みんな強いんで。もうね、つながさんも地味ない、何いっぱい印象。600っすね、はい、とか言ってる。つながさん600回以上超えてるんで。はい、最近650回ですね。俺は316。うい、上がってる、めっちゃこの頃頑張ってるけど全然優勝できない。いやー、俺も譲ってもらわないとできないよ、あんまり。本当に自分に作成してもらわないと勝てないけ。男子、お誰やおめえ、え、今どこのルート。え、ちょっと待って、いつき倒してる。あもう一人のいつきくんね。もう一人のいつきさんね。で、これテイク2ですね。ですね、めたい。ふぅ、あ、昔インフィニティ2001って人をちょっとめっちゃ外人だと思って煽っちゃったんだけど、すいませんすいません。めっちゃインフィニティさん見てたら見てたらね、もし見てたら、おっと誰、やばい、ごめん死んだかも。嘘、え、どこ今。水中戦で弓持ってる人。それはやばいね。今カジノの隣のなんだっけ、ボタンスライダーとかがいっぱいあるとこちょうど真逆に面してるらへんのとこの海にいる。海っていうか、そう、ビーチ。じゃあビーチが走っていこう。オッケー、頑張って。ちなみに俺と砂川さんは多分3ヶ月ぐらい前にコラボしよう言いました。3ヶ月ぐらい前です。そう、3ヶ月ぐらい前に初めに、ちょっと時間、はい、まあ、時間切れで、なんと録画できなかったと。はい。だからまた今度録画しようなって切ったんですよ、その日は。で、そっから3ヶ月が経ちました。ですね。え、なにこのバックバッシュでやめてほしいんだけど。オッケー、ラッキー。よかった。あんまり強い人じゃなくて。なので、これがね、実質めっちゃ久しぶりの通話でもあってもう、ね、実際これ3ヶ月見たから。そう、あかん。今どこ。今ね、観覧車のとこ。観覧車、こっちからはいけないかな。二人にもマジでちょっと急いで行くけど、目の前に敵が現れた。野生の敵が現れた。名前だったけど、はあ、怖いなこの人。スラッシュ D だ、 100% スラッシュ D。 ちょっと追うのめんどくさいからパス。戦ってる。え、めっちゃ死んでるけど。そして、うん、俺が。なるほど、オッケー。まあもう MCC は漁夫で勝ちですよ。そうですよ、漁夫ったもん勝ちなんで。漁夫ゲーですよ、漁夫ゲー、最近流行りの。あれ、このスラッシュで弱い気がしてきた。うん、え、目の前に誰かいる。インフィニティだって。あ、俺がさっき話してた人。おっと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 、地味にハックの可能性があるこの人は。ハックだったじゃなかった、多分わかんない、倒した。え、今まさかのリスポ。
いや、倒した。あれ？どこら辺で倒した？エアカン。あ、あっちの方か。エアカンのところで倒しました。あ、地味に強かったの人。ちょっと弓の本体の方あったら残しといてほしい。はい、拾っときます。あと5人、さあ勝てるか。テイク2でいけたら結構すごい。前回15回録画してで時間切れだったんですよね。回線落ちだったりいろいろしていろいろ問題があって。インフィニティ2001いた。さあ頑張ろう。ほぼ鉄するの人強い。今鉄するどうですか。ここ噴水のとこから、噴水でビッチの方、ビッチの方行ってる。で行くと今ちょっと実際生物が入ってる。まあいや、まあいいんですよ、そこは気にしなくたって。あーこれは微妙だな。今ビーしています。あ、オッケー、じゃあそっちまで走っていくわ。なんか言おうと思ったけどやっぱりビーのちっちゃいつの方ね。ダイヤ持ってる？持ってない。つけますか。ダメだな。よいしょ。やばい、上にいると開ける。オッケー、勝てる。うい、ジジイ。どこにいますか。ビッチ行きます。ビッチビッチ、ビッチの端っこの方います。ケチャップくんは強敵だからな、結構。じゃあレポートです。多分レポートが、はい、あ、でも案外普通だった。お、ダイヤあったよ。ケチャップだー。ケチャッピング、ケチャッピングだす。あさます。もうこのダイヤをね、バウンティー2000ポイントぐらいにして返したいと思います。怖い。いや、少ないな。それある意味死亡フラグが6000ポイントかな。ある意味それ死亡フラグじゃないですか。バウンティーするっつったらもう死ぬこと言ってんじゃないですか。6900ポイントか。ぴょん。6900。いけ。ああ、意味が当たんない。あ、やばい、逃げられる。ああ。ガップル食べた。ガップル、やばい、これは火打ち石が。ナイス。しょ、あー、引っかからないか。チョリス、倒せない、倒せない。ケチャップ、あ、ケチャップ、おー、うまい。ケチャップ叫びながら弓を打つ。もう定番。何言ってる、これ何言ってる。ビシッ、弓持ってますか。はい。鉄拳だよね。鉄拳、もう一人が持ってなかったら、まあ、まあ、あたやけんか、それです。じゃあデスマッチ、デスマッチング。くそこのね。これ本当にね、萎えるんだよ。あ、くそ、失敗した。さつながさん、はい、あ、間違えた。くそ。あ、かかって今の。残念。貧乏部、金券、金券。おお、
かっけーかっけー。じゃあこの人のチーム君に近寄ろう。近寄って痛い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 。よけよけよけ。面白。真剣はね、本当危険と一緒のあれなんで、はい、始める方覚えておいた方がいいですね。そうですね。あ、痛い痛い、痛くないけど痛い。鉄拳ですか。鉄拳ですね。鉄1個ありますか。鉄に3個あります。頑張りなさい。よいしょ。あれ、俺鉄拳の作り方すら忘れたか。それはちょっとさすがに眠すぎる。作り方忘れたって。え、いや今鉄を下2つに置いてた。おお、オッケー。じゃあ1対1で戦っていきよう。あと2分スタート。スタート。あと2分になったらスタートって言うと思った瞬間に2分になったんで。うわー、びっくりした。うわー、最悪だな。すまあ、スナッシーボーだったね。角待ち、角待ち。わー、キリンごとが卑怯な。いや、キリンで走る走る綱が一日は本当に嫌いだ。お前なんか嫌い、嫌いだ。どこだ。あこれは先に当たった方が勝つ。うそー。はい、というわけで、福田でございました。ご視聴ありがとうございました。